もう一個ぐらい引いてもらうのか。もう一個ぐらいちょっとやってもらう、はい、ましょうやましょう。何個引かなあかんねん、まあ時間のある限りって感じだね。うん、なんて書いてあるこれ。笑いが止まらない刑事。笑いが止まらない刑事らしいですよ。笑いが止まらない刑事、うん、はい、うんうんうん、じゃあやりましょう。よーい、スタート。刑事さん、刑事さん、あの帰ったらあの、ま、鍵破られててほんであの多分ベランダのこの窓ガラス割れてるじゃないですか。あー、おかしい。いや、あのこっから多分泥棒入ってほんまにあの家に僕ほんまにおいおいおい、とりあえずそこのバラエティ番組消してくれテレビ。ああこれこれっすか、すいません消しました、すいません。ほんまに泥棒入られててあの家に本当に1000万置いてて1000万取られたんですよ。指紋とかえ、いや指紋早く多分そんな時間経ってないと思うんですよ。僕本当に30分出た、帰ってきたらもうこうなってたん で、はいはいはい、で近くにいると思うんですよ。早く早く1000万、1000万取られたんですよ僕何の音や、何の音や、何の音やあ、豚、豚っぱなから豚なった。あ、豚やったんや、警察やもた豚やったんやどういうこと、え、どういうこと。警察呼んだら刑事さん来て突然笑い出してで、豚っ鼻なってほんで今豚なってる。呼んでいるもののけ姫のあのどこかどこもののけ姫のあれや、もののけ姫のあの千と千尋の、あ、そうか、千と千尋か千と千尋のあの親が豚なってる。呼んでいる来週、千と千尋の神隠し、金曜ロードショー放送です。よかったら見てください。どうも、ありがとうございました。実は、千と千尋の神隠しの予告やったんですよ。ジブリの告知やったんですね。なるほどね。実は。これね、はい、はい。笑いが止まらないケージね。うん。だから入り口面白かったよな。あ、そうですね。なんか乗れそうな気がしたけどな。はい。Hey, boy.